はいどうも、ヤトソフトの白夜です。今回も信長の野望新生 with パープキット三好長慶編プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、早速実況が、武田最後の城飯山城に攻めていくということです。武田最後やな、これで終わりだよ武田は。でね、天下統一に向けてどうしようかなーって悩んでるのが、あれこれ南部いけんか。あ、いけるな。南部行こうと思ったらこれいけるかもしれんな。南部許す、申せ。いけるかもな。うわー、マジでこの柴田城が邪魔、本気で邪魔。この城は我らが落とす。北条やり合う。これね、多分ね、南部ね、いけると思うな。南部はね、多分いけると思う。どうしてみるがよ。従属させれると思うんだよね。どうしようかな、本当に。北条やるか、それこそちょっと前に言ったかもやけど、手元に代替わりした瞬間官位落ちるから、その瞬間に従属、毛利を従属させることはできるんじゃないかなっていうのが一つで、南部か。あ、義継や。早く天下統一頼む。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。これは違う。やばいやばい、ちょっと待って。義継に大納言言う。ああ、いや、大納言実級かな。大納言は実級。で、大納言は実級に渡す。で、ああ、朝廷返上か。じゃあ、義継にすっか。大納言義継。で、とりあえず置いとくか。いやー、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。それはちげえぞ。マジで。長吉様。ちょっとやべえなー。どうしよう、マジで。まだ死なないよね。まだギリギリぐらいまでは死なないよね。わお。こんなギリギリで武田に寝返るなんてアホじゃないんか。はい、オッケー、飯山落としました。はい、というわけで武田家滅亡です。着手しよう。敵がそう。召し捕らえたり。ついに信玄が。よかろう。うおー、入ったー。半蔵利家。やべえ。お前は切ってやろうかな。さすがに。これまでか。許さん。オッケー、はい、甲州統一です。おー。どうしよっかな。あ、え？やられた。やられたー。先に行ったか。くそー、マジかー。ここで倒れるわけには。おう、我が志。えっ、義時。
吉置でいいよね、これ。え、これ息子よね。マジで吉置でよかったわ。うわあ、息子死んだ。よろしいか。嬉しいことよ。かあ、マジですか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 。いやー、ちょっと待てよ、でっけえ。ちょっと待てよ。どうしよう。とりあえず、ここは、別所に任せます。もう、ここは別所の家って決めてるんで。ここは別所です。ここは別所に任せよう。別所を選びたいんやけど、これでわかるのかな？わからんな。まあいいや。どっちにしようかな。58、53。まあ、どっちもだな。あー、安田にしようかな。あー。うん、そうしよう。無念。ほんで。ありがたき幸せ。君を上司にします。今さっきなんか文句言ったな、お前。無念とか。ふざけんな。下で働け。妖怪の喜びぞ。妖怪の喜びにござる。恩に来ようぞ。感謝いたす。いやー、マジか。ちょっとでかいな。待ってよ、長吉が、これ。なくなるなぁ。感謝しようぞ。これはマジで、マジで近いうちに長吉がなくなるかもしれん。で、そん時どうするかなんだよね。マジでどうしよう。何も考えてないから。恩の喜びにござる。喋ってるだけで何も考えてないからね。どうしましょう。申し上げます。いや、二択よ、とりあえず。毛利とやるか、北条とやるか。どうしようかな。北条か。どっちの方が楽？毛利だな。毛利やるか。でもな、今までさ、ずっと助けてもらったっけ？毛利助けてもらったっけな。いっか、毛利で。ひでえ、ひでえな。ちょっと待ってよ。その前に、後継ぎ決めよう。まず。後を継ぐの誰にしよう。後継ぎ誰にしよう、マジで。どうしようか、どうしよう、どうしよう。後継ぎは、実級はとりあえず弟です。で、なぜ？どういうことだ。武田が入ってるのはこれか、これか、多分これだな。あ、ああ、今川滅ぼそう。ひでえな、ひでえな。今川滅ぼそうぜ。決めた。長吉がもしなくなるなら、今川を滅ぼします。で、あとや、あと、そう、あと次を誰にするかよ、今は。あと次を誰にするか。義継は、数正の子やもんな。じゃあね、
カズマさんの子やねん、こいつは。だからなぁ、違うなぁ、カズマさんの子やもんなぁ。実況にすっか。実9かな。実9かな。これは実9かな。あとは実9に回せよう。よし、決めた。実9で。ほう。伊達は滅ぼしたやな。従属させる。我が名を天下に鳴り響かせる。ありえぬ。なくなってしまったよ。64年1月です。しゃあない。いやでも天下統一したものやと思うよ。よくやった長吉。あとは実況に任せます。一つよろしいか。ちょっといろいろ変わってくるよ、これで。軍団もまず、軍団も新しく、やり始めます。一つ作ります。お使いいたそうだ。どうしようかな。着手しようか。軍団大きく変えるよ。変えなあかんね。感謝いたす。移動かな。安永移動です。安永移動。もういっそのこと解散して。わかりましたぞ。解散して新しく作り直すか。ここら辺にもうな、北条とは戦わないかもね。毛利今川かな、やるなら。軍団をもう一回作り直します。カズマサで、もしかしてやけどさ、軍団長変更とかでさ、変えれた説ない？まあいいや、まあいいや、もういいよ、もういいもういい。あれ、上代になってんな。足りてねえのか、もしかして。あるね、全然可能性あると思う。方針は自由で、あとで人員は増やす。でもう一人をここに安永だな。安永隊はもうね、動くかな。動かない可能性が高いんだよね。これで、もう一つ。これで、軍団支援だね、基本は。安永隊は基本的に軍団支援。心得申した。で、秀吉隊をちょっとでかくするわ。まあね、できればね、あれなんだよね。一門の軍団を作りたいんだけど。
三好はちょっと有能すぎる。で、もう一つが、やっぱこの清須ら辺に軍団を作りたいんだけど、この戦略でね、広域かな、広域が欲しいな、やっぱり。特殊な養老作戦の愚心は、どうなんやろ。広域が欲しいから、統率70はいるんだよ。ってわけで、統率70ある、やつがいいな。統率70。あー、剣女ねー。長秀。あー、庭長秀か。これだな。これ長いやろ。長秀も長いやろ、俺もな。ぼちぼち、いいよ。いいやろ。やっても。まあ、いっか。長秀入れようか。感謝いたす。で、小谷に、冬安入れよう。冬安ってなんかそんな強くないよね。今さら。今さらやわ、マジで。マジで今さら。じゃあ、ここ、勝家入れようか。冬安、帰ろうか。洲本に。洲本に帰ろう。冬安。冬安、冬安。ありがたく存じる。冬安、洲本に帰ります。洲本に帰った。で、新軍団ですね。長秀を。あの妻でいるか。いや、入れちゃおう。はい、オッケー。心得ました。ごめん、もう一回。名古屋行っちゃった。時が来たぞ。仕上げますぞ。やってみせましょう。ありがたく存ずる。放つだと。はい、というわけで天下平定いたしましたよ。はあ、なかった。結局ね、
今川と毛利と戦うことになりましたけど、いや待てば多分毛利はね従属できたと思うんやけど、待ちきれんかった。まあまあまあ、ほんまならそりゃ長吉様がね生きてる間にやりたかったけど、それはまあ必ずになってしまいましたね。まあただ実機が統一しました。関白征夷大将軍太政大臣伊豆でかに任じたいとの御意を賜った。だけでどれにしようかな。どれにしよう、どれにしようかな。まあ将軍でいいか、三好政権誕生でいいか。じゃあこれで、はい、だけでエンディングおまけゲームを終了します。よろしいですか。はい、武家の棟梁にふさわしき職ですからね。いや太政大臣官僕もありやったけど、こっちにしちゃった。はあ、ほう、いやーまあねはい、というわけで、今回の三好長吉編、おとい実級編はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。